皆さんこんにちは、ピカです。信長の野望革新、今回からプレイしていきたいと思います。はい、これはですね、Windows 10の信長の野望革新となっております。はい、そこで Windows 10でプレイできないという方がちょっとおられるみたいなんでね、軽くプレイどうやったらできるか、僕どうやったら できたかと説明させてもらいますと、まずこの信長の野望革新プレイする画面、スタート画面出ますけど、ここで革新プレイそのまま押しちゃったら白い画面になって、僕もプレイできませんでした。で、起動環境設定というところを押しまして、ウィンドモードというところがあるんですけど、これでウィンドにチェックを入れます。どうやらね、フルスクリーンでは Windows 10ではできないみたいですね。やり方あるのかわかんないけど、まずできないみたいです。で、画面モードは僕の場合は1280×960 で32ビットで、これにして決定を押すと。そしたら僕は、革新を Windows 10でもプレイできるようになりました。はい、そういう感じですね。はい、そしたらね、全国モードで始めていこう。はい、これはね、本当に初めにお断りしますけど、僕ど初心者なんで、国づくりとか、攻め込むのとか本当容量悪く、上手い方の動画見られるんで、見られるつもりで見られると本当イライラレベルなんで、そういう方はちょっとね、避けた方がいいと思われます。で、本当に今回久しぶりなのと初心者なのとでね、初心者でもできるこの武田と上杉、以前にね、信長の野望天道でですね、それはゆっくり実況で、PS3 バージョンかだったんですけど、ゆっくり実況で、天道やった時はこの長尾家上杉謙信でやったんで、今度は武田信玄で、武田晴信でやっていきたいと思います。で、もしこの実況うまいことパソコンでできて、またアップすることあればですね、それ以外の、徐々にレベルの高いような武将でやっていきたいなと思っております。でね、初心者モードで北条でやって、今ね、武田にボコられました。はい、そういうレベルです。初級モードですね、初級モードでやって、北条でやると武田にボコられましたと。はい、それ、そういうレベルなんで、やっていきましょうね。中級ね、初級、中級でやりましょうかね。多分ボコられると思います、これでもね。ほんとうまい方はね、ほんと尊敬します、尊敬するんですよね。うまい方おられるんですよね、動画出されている方ね。ほんと上級でも、しかも弱い大名でどんどんね、勝っていくと、領地を広げていくと、ほんとそういう風になりたいんですけど、僕には無理です。はい、さあ、そしたらやっていこう。こういう感じでね、寿命、史実、はい、討ち死に標準と、
よし、次。よーし、行くぞ、開始だ。はい、真田幸隆、真田幸村のおじいちゃん。はい、ご承知とは思いますが、現状を説明いたしましょうか。はい、当家は北条今川両軍と同盟を結んでおります。三国同盟ね。はい、当家は騎馬技術に秀でておりますが、この系統を伸ばしていくと良いかと存じますぞ。長尾家との全面交戦は避けた方が良いところでござる。下手をすればあなたのような土初心者は共倒れになるかもしれません。はい、わかりました、気をつけます。はい、よし、そしたら、やっていきましょう。まず国力を高めないとな。まずこの高め方とかそういう要領は本当土初心者なんで、ご了承ください。まあ適当にやっていこう。まあ兵糧不足の、金銭もいるということで、じゃあまず武家、町の作れる武家を設置して、で農村も設置してと、で学者も騎馬を作っておこう。でまあ政治の高い人にね、そういう施設とかね作っていけばいいんだけど、ちょっと待て、これはまず金と兵糧じゃ、金じゃ、世の中すべて金っちゅうこっちゃねえ。で兵糧と特殊の、あ、もう金なくなったか。あ、3までいってんのか。わかった。よし、これでいい。で、終了で、ツツジが先は、命令 OK、不可視状7。はい。検索。武将誰か見つけてきてくれ。で、内政建設で、まあ、門前町作っておくか。門前で、兵糧を増やして、じゃあ。で、武家宅で、よし、こんな感じかな。よし、進行。よし、誰か見つけてきたぞ。まだ士官を望んでいない。わかった。なに、よし、これで夏だね、今ね。まあこれ、そしたら兵を雇おう。まあ歩兵はね、まあ統率高い人にやらせればいいですね。で、歩兵できる期間は夏と、ね、冬の2回です。まあ兵能分離という技術を学べば、まあ年中歩兵できるんですけど、まあそういう細かいことはね、まあやっていくうちにまあ分かると思うんで説明はいたしません。ただね、信長の野望というゲームはどんなゲームかという、本当に初心者向けの説明を、まあ、ゆっくり実況で、天道のモードでやっておりますんで、まあ、本当にわからない方は、それを、まあ、参考にならないと思うんですけど、まあ、それを見られたら、まあ、今よりは説明はしていますね、それではね。これは本当に、まあ、おいおい、まあ、建設しようとか、金がないから、位置を立てようとか、そういうレベルで進行していきたい。よし、はい、政治がこれ、まあこれね、政治能力ないやつばかりだから、
これ今やらないでおこう。よし、まずは進行じゃあ。で、ツツジヶ崎のところを早いとこね。政治能力高い人いっぱいいるから、ここを早く、進行させよう。とりあえず、市場を。信玄も、春信も。よし、こういう感じで、じゃあ。で、軍事の歩兵を、統率配合。よし、こういう感じでいい。で、これはね、日本一枚マップのリアルタイムで行える大変面白いゲームですよね。信長の野望シリーズの中で僕は一番好きです、この革新は。まあ、信長の野望はですね、実況というか動画アップしてるのは、まあ、今説明しました天道、それと、大使はあれ僕ちょっとね残念でした。あれ全く面白くないレベルというか、逆にブチギレレベルでしたね。あれはアップしていますが、ほぼブチギレています。まあどんなゲームか、まあ、またどのようにブチギレているかは、まあもし興味が、分かれましたら見てやってください。はい、築城適正ね。よし、10等級。適正、武将のこの騎馬適正とか足軽適正とかね、上げていけるやつですね。まあ、よし、騎馬適正買ったぜ。まあ、そうだな。今、どうだ。4人か。春信。よし。春信じゃない、慶喜か。建設の、まだ、金が足りねえっちゅうこっちゃ。で、ここ間違えたかな。こんなとこ、あ、ここでいいか。よし、これでいいわ。で、金銭をここに作って。よし、お前ら行け。で、不可市場。まあ、君たちはっと、誰か見つけた？見つけてねえか。お前もう一回行ってくれ。で、とりあえずは金じゃ。金、まあ、兵糧もね、こうバランスですよね。兵糧も大切。まずは本当に国づくり。信長の野望は。そしてこんな学者、騎馬学者とかね、内政学者、こういう学者を作っていって、どんどん技術力をね、高めていくというゲームです。で、まあこういう、なんかいるぞ。なんかいるぞ。本当にね。なんかいる。よし。これは今建設中か。予定か。まだ金が足りなくなりそうじゃっと。これをこうして、まあ特殊で、まあよし、これね、こうしておけ。で、牧場も作っておいて、こういう感じで、まあこの匠の館、光沢っていうの、漢字ちょっと苦手だから、まあこれはね、台風とか、まあ、攻められて、耐久が減ったりした施設を自動で直してくれるところですね。ところというか、その匠の施設があれば、自動で修復してくれます。よし。まあ、これを見て、待機武将。で、産業、こう進行しないとね。リアルタイムだからこれは進行。よし、よし、星名。いい感じだね。これが適正足軽 S が最高と。で、武勇88、なかなかの武将です。で、これが列伝ね。で、これが戦術、この
武将を覚えている戦術、二段打ち三段打ちとか先駆け、突進突撃、槍突撃、ね、同士打ちとかね、いろいろあるけど、まあここから下は頭のいい武将がよく覚えていますね。このコブとか馬勢とか混乱老落。よし東洋、よし、そしたら戦略で不可視、不可視、はい、もう一度探してくれ。推薦、自信がございます、頼む。まあ出陣している時などはね、この兵糧の量とかね、まあ気をつけながら、まだまだ出陣はしないと思いますけども。で今同盟しているんで外交交渉、ああこう政治弱いやつばかりだな。そしたらまあ春信とか強いやつ来たら交渉していこう。どんどんね、お金山見つけた、よし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 、よし、そしたら悪いがすぐ旅立つんじゃ。どっち、さあ何作ってんの今、これか、よし、あ冬になった、冬にも歩兵ができるが、じゃあ今歩兵よりも金かな、まず金よりも今すべきは交渉で北条、この鉄砲櫓、これ教えてもらおう。よし、これ教えてくださいって言ったら相手もね、多分じゃあこれ代わりに教えてくれと条件を出してくる。でもそれでも交換してでも、技術を交換してでも、これは覚えたい、行ってこいババ君。よし、必ずや北条家から鉄砲櫓の技術を教わってまいりましょう、頼む。よし、そしたら今川とも交渉しよう。あ、ユミか、ユミはいい、築城だか教えてくれるか、教えてくれねえか、やっぱ本当にケチくさいやっちゃう。そしたら歩兵をしといてと、で内政建設の兵糧、畑、そして学者も作っておけ、市場は誰かいいのいるか、まあ歩兵はできるな、内政は全滅だなこりゃ。ゲッ、よし、北条家と交渉いたします。いやー、いい城に住み上がって、おう、ならば牧場の技術を教えるがよかろう。それならば考えてやる。かしこまりました。牧場の技術を教えますか。はい、喜んで聞き入れましょう。よし、これで、まあしばらくしたら鉄砲櫓の研究を開発できる、得得できると、獲得できると。よし、誰じゃこいつは。まあ良い、不可市場、ちょっと待って、東洋こいつか、まあ政治61か、まあ欲しいな、政治ここほんと弱いからね、ここの、ここ行けよ、取ってこい。でじゃあお前秋山、お前は探索してこい。よーし、で、本当にこれ弱えな。よし、進行じゃ。
まあこの岩槻城、岩槻城を結納式、神結式か、はい、これはまああの姫にして縁組に、縁組の時に活躍してもらいましょう。姫にする。よし、岩槻城、太田、太田ね。まあ武将情報で、まあ内政と、どんな武将いるんじゃ、こんな武将ね。で、武勇がこういう感じで、政治が、あ、まあこういう感じか。で、浪人がこれ、うーんと、そしたらまあちょっと待って、戦略じゃ、こんな時もね、隣国の動きとかね、まあどういうふうに、兵を固めているとか動きをね見ておかなければ、なかなかね、うん、うまいこと進んでいかない。兵糧、畑、作っておけ。でこれで、あ、探索は今してんのか。50か、まあよかろう。お前誰か、じゃあこれで手を打ってくれ。そうそう、仮装もしておかないとダメだね。忠誠心上げないと。よし、で今の民中は87か。で浪人2人いるな。誰だ、東洋、あ、安田、はいはい、あんまり優秀じゃないな。まあ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 、そしたら金銭、まあ召喚も作っとくか。12ので、これこっちでこうなってこうと。でまあこれもね、政治力が高い、まあ3人まで選べるんですけど、政治力が高い人を3人選ぶのがベストですね。そうするとまあこの帰還予定がどんどん縮こまると。例えばこの信玄を抜かして、政治が39のやつ、まあ信玄入れた状態は59日後にこの3人が帰ってこれると。でまあ2人だったら97日かかりますよと、これ作るのにね。でまあ政治39のオブか、うん、誰だこれ、オブだな、うん、で3人でやるとまあ84日かかると。だからまあ今は信玄でやる、うん、ただこの作っている時はまあ無理やりなら戻せるけど、なるべく戻したくないんで、まあ攻め込まれる恐れもあるということを考えながら武将選択しないとね、いけないよね。よし、おお、吉本ね、尾張へと進行。はい、春の部にも届いた。吉本殿に先を越されましたな、おつる殿。誰がおつるだ、うん、なんと吉本殿が尾張のうつけに負けると。はいはいはい、わしが信長ならば、今川軍の動きを事細かに探り、慢心しきった吉本の今日つくだろう。よし、はい、こういう感じじゃ。はいはい、尾張国内に入った吉本の部隊に対し奇襲を行った、これね。はい、吉本対壊滅、はい、回想で秋山が、手ぶらで帰ってきたと。今ねトゥルルルルンって言ったね。
死刑にしますからね今ね。本当にな、なめんな。あきちゃん、お前手ぶらで帰ってくんな。雪高さん頼みます。安藤、安藤、こいつ斎藤の強い部長じゃないのか。違ったっけ。まあお前くれ、私お前、お前今度こそ説得してこい。よし、はいはい。ああ使えるね。あこいつなんか頭良さそう。ちょっと待て、カズオじゃ、はい、節斎殿がまた尾張に侵攻しておりますけど、あ道山殿が援軍に来たね。期待しております。諏訪だ。よし、まあ政治優秀だからこれは東洋じゃ。戦略、技術出たね。今一生懸命この騎馬学者を作っていたんで、まあこの騎馬の技術を伸ばそうと思って騎馬の学者を作っておりました。はい。で、なんだこれ。まあこれ騎馬ね。これは騎馬の技術で、例えばこの蹄鉄だと騎馬隊の機動力が6上がって。士気低下が半減するということ。まあこういうのね、どんどん覚えていけば本当に強くなる。まあこれもまあ見ていかれたら分かってくることだと思います。騎馬隊の闘志上昇が速度が 30%。まあ、闘志上昇というのは戦法か。舞台戦っている時に戦法というものがありましてね、まあ、ちょっと待ってね、こっち戦ってるから、まあこういう状態で戦っていたら、この太原節斎の舞台に今闘志というバーがここにあるんですけど、でこのバーによバーがたまることによってこの鼓舞、火や混乱などの戦法が発動するという感じです。まあそのたまる速度がアップするとかそういうようにねなっていて、まあ技術の勉強をどんどんしていかなければいけないと。でだからどんどんしていこう。まず蹄鉄していこう。よし、まあこの技術もねお金いっぱいいるんだよな。よし、不可市場にはまだ誰かいるよ。じゃあ浪人はいない。歩兵士とけで内政建設の金がまだ足りねえからどんどん作るっちゅうこっちゃ。よし、これでいい。で春で金が入ってくると。よし、金が15,400、兵糧が77,000。よーし、まだまだじゃ。まだ金が足りねえ。俺は金の亡者になる。よーし、進行。でまあ手っ取り早くね、こういう本当に武将とか多くしたいから岩槻城を
亡き者にしたい。おっと、今川家の松平元康が主君義元の討ち死に乗じて岡崎城で独立しました。はい、わかりました。元康と信長が同盟結んだ。ダメです。本当に最上家が、長尾家にめった切りにされました。わかりました。かわいそうなこっちゃ。おいおい、お前手ぶらで帰ってきたのか、まさか。ああ最悪、あ最悪なってる。ダメだ。よし、とりあえず、学者、兵糧、兵糧、そしたら、よし、はい、お前ら行ってこい。美濃和城か。美濃和城13000。斎藤道山、息子義達に討ち取られた。内政建設、兵糧、よいしょっと。でツツジが先はと、内政建設の金銭1ので、学者1個、騎馬選んでこうので、兵糧が、はいはいはい、よし、こういう感じでよかろう。まあね、これはね、お基礎、基礎もらった。お、内政 A か。おお、政治80。これはいいぞ。これはこれは、じゃあすぐ戦略で、仮想じゃ、基礎は、基礎はどこじゃ、見当たらん。もうわしに対して忠誠100か。苦しゅうないっちゅうこっちゃ。よーし、菓子城人事、何？浪人か。何？子だけあげるからちょっと来てくれないか。来てくれよ。頼みます、ぜひ頼みます、採用させてください。よし、まあ本当技術をね、どんどん上げて、おし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 、今度こそ数をじゃ、木曽さんはどこだ？あ、90か。おしおし、まあよかろう。よし、そしたら深市場の、まだ誰かいるようじゃ。で、内政建設、そうだな、なんか木曽さんは取られたくないから忍びの里作っとくか。ここに1個あっけど1個じゃ足りねえ。兵糧もしっかりと作った上で、アホばっかり、アホしかいねえなこれ。まあ大抵アホはね、武勇に優れている人が多いんですよね。これさっきの武勇88のね、星名だったか。よし、夏か、暑い夏になりそうじゃ。おっと、はいはいはい、よーし。これね、多分どう読むか忘れたけど、神道を滅却すれば火もまた涼しって、言って
お亡くなりになられた方ですよね。有名ですよね。はい、そしたら知略1上がっても意味がないっちゅうこっちゃ、ほとんど知略3か。あー、すまんが、まあこんなもんはほぼいらんが、まあまあこういうのを武将に上げたら、まあ忠誠も上がるから一応持っとこう。よし、でここは3人、浪人は誰がいる、3人になってるな。安部か、小笠原、まあいらんわ。つつじが先は浪人一人いるな。あ、安だね。まあ良い。で今夏だから、歩兵しとこう。歩兵はまあ君は政治45、君政治39なら君歩兵にして、で、政治の高い、まあ高い君たちで畑作ってくるんじゃ。よし、行ってこい。よし、鉄砲矢倉獲得。オッケー、これもねいずれ作っていきます。よし、蹄鉄も獲得。オッケー、これで技術またできるか、できねえか、足りねえか、わかった。まあまあまあ進行じゃ。技術が足りねえ、こっちへ。そしたら、職人町、職人町に基礎ね、職人町にこの学者作れるから、ここに、おしょ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 、なかなかじゃ東洋じゃ、でもっと東洋するんじゃ、東洋じゃねえっけ、あの探索じゃ。で、すぐ加増しといて、これもで内政建設の、学者騎馬12、まあ23、3でいいわ。よし、ここは誰がいる、おしげか、誰かいるな。おし、行ってくるんじゃ、ババアじゃない、内藤か、行ってこい、頼むぞ。武田家、この武将、ここの武将はねほんと強いやついっぱいいるから、ほんと楽、初心者向けなんでね、初心者の方やられるときは武田か上杉、多分個人的には上杉の方強いと思う。武将自体は武田の方強いかもしんないけど、領地広げやすい。ああ、穴山か、オッケーオッケー、これも武田のね有名な武将ですよね。こいつでも裏切ったんじゃなかったかな。あ、木曽君か、まあいいよ、まだまだ若いね君、未来がありそうじゃ、本当に羨ましいこっちゃ。人事何もできない。で内政建設は兵糧があとここにできるだけと、まあここに、まあ畑を作ってかかってじゃあ、で終了にして移動させよう。人事移動で深市場で、まああそこを一気に、強くというか建設早めよう。それが勝利への近道じゃ。金銭ここね、まあまあまあ、この時今の時代じゃなくて、こう稲葉山か。そしたらね、まあ、ここにはねもう鉄砲炉作っておくか、鉄砲炉じゃない鉄砲矢倉ね、こういう感じで、
まあ稲葉山からよりもこの、まあでもね、この長尾家謙信はね、東北の方を攻めていくんですよ。もうあれ言ってるよね、山形最上さっき惨殺されてたよね、ここもそうそうそう、この東北攻め終わって帰ってきたらもういくら信玄でもねボッコボコにされるんで、この時がタイミングが問題なんだよな。まあうまいことあっち攻めていってる時にこっちから逆に追いかけていくか、そういう風なタイミング行動を取らないとなかなか、うん、このし影虎さえ倒せばね、あともう天下取ったようなもんですね信玄はね。ただ本当影虎が本当に強い、めちゃくちゃもう鼻血出るぐらい強いからね気をつけないと本当に鼻血が止まりませんね。お医者さんに行ってください。自己責任でお医者さんにかかってくださいちゅこっちゃ。よーし、これでなんじゃ進行してもいいのか。信玄がいるけど、まあ信玄も移動させっかな。まあ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 、いや逆にじゃ今影虎があっち行ってる間に少しでも、まあ今歩兵しといてで輸送じゃ、まあこっちからはもう攻めない、攻めないという感じで、まあこれだけを輸送しろ。よし調達うまい、勉強してこい。調達だ、ここだな。まあこういう選び方は今政治と歩兵でき、政治と歩兵じゃねえや歩兵と調達できるんですけど、歩兵は統率力ね、調達は政治力。まあこれ政治高い信玄に調達させて、で統率政治低いけど統率でまあ有利になるね、このオブに歩兵させるというようにやっていけばいいと思います、ね、軍馬ね。よしで歩兵はお前だ。よしこういう感じでいいかな。であと、ああそっか、進めろ、鉄砲炉の研究終わったんでどんどん進めていかないといけない、交渉をね。早く政治高いやつ戻ってきて。よしよしお前早く入れ。ふかしにアホが戻りました。わかりました。じゃあ誰がいるんじゃ。あ、まあいるな、なかなかの人物が。ならば、外交交渉北条、そしたらねこれ5点教えてください。よしお前行ってこい。よし、で内政建設の門前はどこにすればいいか。いいか、どうすっかな、ここでいいか、ここか、ここにこうなっからここかな。本当に防御にこの城守りたいときは、まあこういう城の付近にこう鉄砲やぐら作れる施設を作って守ればいいんですけど、今はまあそこまではいい。とにかくまあここであれば門前町にする必要もないんだよな。うん、まあ農業にしとくか。
で金もねねえから、違う違う、町並み違う、武家、武家でフルにできるのこっちか。よし、よし、秋よし入れ、よし北条家と交渉、よし教えてください。何申し出とは承諾できんだと、くそこの野郎、ダメだ、粘るんだ、是が非でもこれを教えてもらえ。頼む、1万8000も貯まってんのか、へえ。頼みます。え、何、蹄鉄か、なんか俺損いくような気するけど、まあいいわ、交換してやる。まあこれだと自分の覚えているあの勉強 している、技術と他国から勉強を教えてもらえるのとで、まあ倍のね力で国が強くなっていくからいいんだよな。よしよし、はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。